ようこそ皇室ジャパンへ。並び順には少々不満がございますが、敏宮愛子様は全く異なるオーラをお持ちです。凛とした佇まいや眼差しからは気品と風格が漂い、一層の安心感と落ち着きを感じます。ピンク色の振袖姿は非常にお似合いで、清楚でしとやかな優美さを醸し出しています。また一段と眩しいほど美しい女性になられましたね。愛子様の柔らかい笑顔はとても素敵でございます。ぜひ最後までご覧ください。天皇皇后両陛下が主催される秋の園遊会が10月30日に赤坂御苑で開催されました。今年はパリ五輪で活躍された柔道男子の阿部選手や女子やり投げの北口選手をはじめとするメダリスト、建築家の隈研吾氏など各界から約1500人が出席されました。園遊会は新型コロナウイルスの影響により2022年の秋まで開催が見送られていましたが、2023年の春から再開されました。昨年はサンドイッチや洋菓子などの軽食が振る舞われましたが、今年は栃木県の御料牧場で飼育されている羊のジンギスカンと焼き鳥が6年ぶりに提供されました。午後からは雨も上がり、両陛下をはじめとする皇族方は爽やかな秋空の下で招待者との懇談を楽しまれました。また愛子さまにとっては今年の春に続く2回目の園遊会であり、初めて和装でご公務に臨まれたことが大きな注目を集めました。愛子さまは午後1時過ぎに皇居を出発され、和装姿で車の窓からにこやかに報道陣に手を振られていました。赤坂御苑の小高い丘に皇族方と共に姿を見せられると、国家の奏楽に耳を傾けられていました。春の園遊会では淡いピンクのセットアップにお帽子をコーディネートされていらっしゃいましたが、今回は桜色の華やかな振袖でご出席され、明るい笑顔を見せられていました。招待者との懇談では、陛下と雅子さま、秋篠宮さまと紀子さまに続いて道筋を歩まれた愛子さま、各メディアでも園遊会の様子が中継され、和装姿で懇談を楽しまれる愛子さまに対して SNS では歓喜の声が広がっています。愛子さまの振袖姿待ってました。よくお似合いです。愛子さまのお振袖はさすがの一言、本当に雅な装いにため息が出ますね。敏宮愛子さまの楽しそうに歓談されている笑顔も桜色のお着物も素敵です。愛子さま、ピンク色の振袖が可愛らしく品格がありますね。敏宮愛子さまの人気は衰えることがありませんね。どのシーンを切り取っても愛子さまの笑顔は本当に素敵で可愛らしく、まるで天使のようです。とっさの会話でも愛子さまは頭の回転が速く、語彙も豊富でいらっしゃるため、心のこもった会話のキャッチボールが成立しています。常に相手に寄り添う気持ちをお持ちであることが伝わります。拝見するたびにこちらの心も温かくしていただき、
ありがとうございます。本当にうっとりするような美しさですね。愛子さまがお出ましになると、その場が明るく温かい雰囲気に包まれます。徐々に雅子さまの仕草にも似てこられましたね。素晴らしいプリンセスでいらっしゃいます。皇后陛下の紅葉柄のお着物も、年の宮さまのピンク色の振袖も非常に華やかで素敵でした。お二人とも内から輝くようなオーラをお持ちで、自然と周りの人々を笑顔にする力があるように感じます。今回も年の宮さまは少々変わった並び順でしたが、次男家が年の宮さまの輝きをさらに引き立てていましたね。年の宮さまは本当にお美しい。お姿だけでなく、知性や優しさがにじみ出ており、まさにプリンセスでいらっしゃいます。国民は年の宮さまの立体視を心待ちにしております。二度目の園遊会にお出ましになりました。春は洋服でしたが、秋は和服ということで楽しみにしておりました。ピンクのお着物は若い年の宮様にとてもお似合いで、気品と品格があり、背筋もピンと伸びており、立ち姿が美しいです。素晴らしいお方で、まさにプリンセスの王道です。お人柄やお姿はどこを拝見しても敬愛できる年の宮様です。皇室典範の改正を願い、年の宮様の天皇が誕生することを心待ちにしています。本当に美しく、よくお似合いです。公務に邁進されている年の宮様を見ると勇気づけられます。両陛下、年の宮愛子様のご公務は晴れやかですね。お召し物も素敵で、目の保養になります。春の園遊会で物議を醸した並び順が今回も変わらなかったのはなぜでしょうか。天皇皇后両陛下の後の並びが少々おかしいと感じます。宮内庁の指示だとしても遠慮や辞退ができないのでしょうか。国民の期待を裏切らない方がよろしいかと存じます。人の品格は自然に現れます。年の宮様の振袖姿は想像以上に可愛らしく、よくお似合いで、招待客の皆様もお会いできてさぞ喜ばれたことでしょう。お天気にも恵まれて本当に良かったです。並びの件ではいろいろと取り沙汰されていますが、どこに並ばれようとも年の宮様の持つオーラは消えませんね。色白の愛子様にはこのような色合いが本当に似合います。輝くばかりの笑顔も素敵です。和服は日本が誇る伝統的な美術工芸品であり、振袖を作った職人さんたちも愛子さまにこんなに綺麗に着こなしていただけて職人冥利に尽きることでしょう。愛子さま、桃色の振袖がとてもよくお似合いです。願い湧くば、並び順はご家族がまとまって皇后様のお隣に愛子様のお姿が見たいです。愛子様の振袖姿は本当にお似合いです。思わず可愛いと声が出てしまいました。秋晴れの中、ますますお美しい愛子様です。多くの方々と心豊かなお話をされることでしょう。愛子様の優しい眼差しに
招待者も感無量だと思います。年の宮愛子様を拝見すると、やはり一番に思うのは可愛いということです。そして笑顔が素敵だと感じます。歩かれる順番はどうしても気になりますね。両陛下はご了承されているのでしょうか。一度その歩き順にしたからといって変更できないこともないでしょう。宮内庁には検討していただきたいです。前回の園遊会の並びについて批判が多かったため、今年は並び方を変えてくれるのではないかと期待したのですが、残念です。招待された方との会話がスムーズに進むのはご家族ごとの並び順だと思います。ここはどなたかの権力を誇示する場ではなく、両陛下が招待された方々をおもてなしする場として考えていただきたかったです。なんてお可愛らしい年の宮愛子様、皇室典範や皇位継承について外野がにぎわっておりますが、どこ吹く風の風格ですね。天皇ご一家は品格と人格ともに素晴らしい。現天皇家の血筋こそ脈々と継がれていくべきです。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。